この企画は FR の魅力をこれまでにないようなチャレンジングな撮影手法で伝えていこうっていう、まあ、森蔵さんとの会話から生まれました。歴代の86、3台でのランデブードリフトをドローンでギリギリまで接近してその迫力を撮影する、つまりその車の操るとドローンを操る、その操ると操るの人間技の共演だと言えると思います。コース幅の乗り代がまたどんぐらいあるかと。今回ですね、その A86、トヨタ86、GR86 プラスドローン、これが息ぴったりにならないといい映像が撮れない。普段は車の動き、タイヤの動き、滑り方、そういうものを体で感じ取って車をコントロールしてるんですけれども、それの中にドローンの動き、位置で自分がどういうふうに映ってるかっていうところをコントロールしながら、後ろの車だったり前の車、距離感やることが結構あってですね、そういうねチャレンジっていうのが魅力的な映像につながっていくんではないのかなと思います。難しいです。3台行くから難易度が高かったですね。よく空撮で使われてるもっと大きいドローンって本当に自動制御で、なんか物にぶつかりそうになったら自動的にブレーキかかったりするんですけど、これが本当にもう完全にマニュアル操縦のドローンで、もうそれこそ86みたいな。でその横取りたいってなった時にドローンを例えば180度回転させたら、こう今まで前に進んでた力が反転してそのまま慣性で後ろに下がったり横に回り込んだり、本当に車のドリフトと多分原理は一緒なんじゃないかなと。スタンバイ良ければまたお声ください。はい、大丈夫です。スタンバイ OK です。よし、行きましょう。はい、今日はお前行かせてください。はい、ドローン飛んできます。じゃあこれで本番行きます。カウントダウンから行きます。本番5、4、3、2、1。英雄の絆や気づきは必ず、ちょっとタイヤが3台変えた方がいいかもしれない。動きが、ね、もうちょっと奥めだね。でもタイミング的には、じゃあよろしくお願いします。いきまーす。よーし、スタート。FR の良さって大きなアクション、誰もが見て派手な走りができる、そういうところがこの FR の魅力だし、カウンターステア、ドリフト走行っていうのができる唯一の車なんですね。僕も FR が大好きですし、それはやっぱり車を運転した時の一体感、コントロール性の良さ、それがすごく魅力だと思います。この GR86 をしっかり運動性能を良く魅力的な車に作ってきたので、サイドブレーキだったりクラッチだったりなくてもいいものをわざわざつけて、本当に運転する楽しさを車好き、運転好きの僕らに残してくれた。ぜひこの車を手に取って運転してみて、たくさん遊んでほしいなと思います。いただきました。
こう一つ物を作り上げていくっていうのは耐久レースを僕らやってる感じとすごく似てて、終わった時の喜びはひとしおです。ありがとうございました。